今日本当はもっと上手いギターとかプレイヤーの藤上さんがいつも最後添えられるんですけど、なんかお都合でいらっしゃらないんですよ。これ天の話だって言ってます。あ、そうですか。いつも私は別の楽器を習ってて、ちょっと遅く出る、遅くしか来れないんで、こういう時間に設定していただいてまして、別に上手いから最後って言われてないですね。でこの楽器ですね、プラスチックのクラリネットで、こちらはですね、プラスチックのサックスで、イギリスのヌーボっていう会社が2000年以降に開発した新しい楽器です。で、特徴は軽いんですね。で、オーケストラの楽器っていうのは全部200年ぐらい前に完成して、ずっとキーでできてまして、ね、クラリネットなんかはすごく高いキーでできてまして、で高い、値段が高いで、最低でも7、8万するんですけど、これは1万2000円で、プラスチックなんで、成形で工業製品でできてまして、非常に使いやすいということで、こちらも同じぐらいの値段で、本物のサックスよりは非常に軽くて、着やすく設計されております。で、2人でいつも2年、これでも丸2年なんで、いつも昇華とか歌謡曲みたいなのをやってるんですけど、先ほども素晴らしい劇がありましたけど、文化祭、これも友さんと田中さんのおかげで、去年も大ホールで2人でやったんですけど、今日母国やるんですけど、最後の3つがその25日にやらせていただく曲で、2つ後つけまして、いつも5曲やってるんで。あとしばらくお付き合いください。最初は琵琶湖周航の歌です。いつも私と田中さんとで、クラリネットジェサックスで、主旋律と副旋律を交代して弾いております。
時間を。次はですね、Down by the Starry Gardens っていう、イギリスの曲なんですけど、これはあの田中さんが今日もいろいろやられてるんですけど、オカリナの教室の先生になってまして、私もオカリナの先生、田中さんに習ってまして、そこでやってる曲です。なんかサリーっていうのは柳っていう意味らしくて、このイギリスですか、昔そのいろんな屋根材とか、なんか他にいろいろ杖とかにするのに柳の木は出てたそうで、そういうところから出てる曲だそうです。Thank you.
の歌っていうんです。あの、ラマツ・タカツミさんですか、が作曲したあの朝ドラのテーマの歌、二人以降ですか、の曲で、あの歌詞が竹内まりやさんが、あの